片タ義手は中華人民共和国河南省を定州市に位置する研究市。まもなく区に昇格する予定。陰台には新と称され国土が設置されている。集台になると片タ白国が置かれた。百249年、旗により強権が設置される。三河が司法を塞ぎ、強固で抜かれることはないことから命名され、元代には河南軍、 疑心南北朝時代には闘技により、成功軍の管轄とされ、北西により京権は廃止となり、成功権に編入された。追朝が成立すると596年に再び、楽州の下に京権が設置、宋代以降は、河南府の管轄となり、新末まで添い重ねされた。中華民国が成立すると1913年に、北京政府により新設された予定堂の、 管轄とされたが、1927年、同性廃止に伴い、河南省の直轄とされた。1932年以降は、第10行政正しさつ区の管轄となっている。1949年、中華人民共和国政府は、低州選区の管轄としたが、1955年に、開封選区、1958年には、低州市、百六十一年には、 開封地区、1983年には再び、鄭州市の管轄とした。1991年、研究士の片市議市に改編され現在に至る。ありがとうございます。